広南線は青森県弘前市の弘前駅から同県黒井市の黒井駅までを結ぶ広南鉄道の鉄道路線、田んぼ鉄道の愛称が付けられている。全列車が弘前駅黒井駅間の運転で、朝は30分間隔、日中時間帯は60分間隔、夕方以降は35分間隔での運転となる。また、朝方から日中ダイヤへの移行時に、 最大100分列車間隔が開く。全列車が2両編成で運行され、ワンマン運転を行う。2019年10月1日ダイヤ改正以前は、沿線高校投降日の朝に、車掌乗務列車が4両編成で1、往復設定されていた。かつては、朝ラッシュ時や夕方に、車両基地のある平賀駅発着の区間列車も設定されていた。沿線学校の休校日を除く、 平日の朝に快速が一往復設定されていたが、2007年6月12日に発生した脱線事故の影響により運休し、2008年1月16日に休止した。貸切列車の利用申し込みを受け付けているほか、車内で飲食できる、忘年列車、軽の汁列車、ハイボール列車を運行することがある。広南線では、 元東急7000系の7000系電車が使用されている。広南線7000系電車の一部車両は沿線の高校の生徒が描いたいわゆるラッピング車両となっている。広南線の輸送実績を可表に記す。輸送量は減少している。輸送人員は年度での値。標中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、 最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。鉄道統計資料、鉄道統計、国有鉄道陸運統計各年度版、広島南線の収入実績を下表に記す。旅客運賃収入は減少している。運輸増収については年度による変動が大きい。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、 最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。ありがとうございます。